はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回ね、はいこちら見ていきましょう。はい、ちょっと放置しがちになっておりました、働く車の高級トミカシリーズ。ちょっと未開封のままね、ちょっと放置しがちだったので、ちょっと今回一気にねこちらね4種をね見ていこうかなと思ってます。車種的にはタクシーにこれがレッカー車でしょ、でパトカーにこれが教習車ですね。まあ結構いろんなジャンルの車両あるんですが、この右2つのね、この2種に関しては車種が一緒ですね。マツダルーチェとなってます。でこっちがクラウンのセダンで、で下がですねトヨタのスタウト。このスタウトに関してはこれまでに僕自身はこのね2種分あの前には紹介したことあるんですけど、今回軽く比較とかもねしながら行こうかなと思ってますんで、さあそれではね、今回シリーズ的にはリミテッドヴィンテージネオ普通のやつね、まあ本当ちょっと高めな価格設定となっておりますが、さあそれではね順番に見ていきましょう。じゃあどっから行こう、左から行きますかね、タクシーから行きましょうか。タクシーからね、よし、では改めて参りましょう。まず1台目、トミカリミテッドヴィンテージネオの LVN219 トヨタクラウンセダンタクシー日本交通です。まあ本当はおなじみのタクシー会社が、まあちょっと高めのねリミテッドヴィンテージで登場です。でまあ箱ねざっくりともこんな感じになってますね。でまあ箱の方はもうざっくりとね、はいこんな感じになっておりまして、まあ上には今ちょっと乗ってましたけど、ボンネットのミラーと、あと上のところのこのウインカーのレンズかな、これウインカーでしたよね、確かウインカーだったと思うんですが、それは別で自分で取り付けるするね形になってるのかなと思います。ちなみにこれ系はもう1個もつけたことがないんでね、もうこのままそれで通そうかなと、はいさあそれではちょっと開けていきますね。なんでパーツつけないのって言われると、複数個持ってたらねちょっとつけようかなと思うんですけど、あれなんですよ、やっぱ1個しかないとね、パーツ切るのとかでやっぱちょっとなんか抵抗があるんですよね。ちょっとなんか価値が自分の中で下がっちゃうみたいな、そんな感じに思っちゃうんで、で今までなんかもう取り付けから逃げちゃってるような感じがしないこともないですね、自分の中で。でこの別パーツですね、こちらがボンネットのミラーと、あとね、まあ、ルーフの部分のねレンズとなっております。クリアパーツとシルバーメッキになってますね。まあこれはもう大切に保管しておきたいと思います。で車両の方ですが、まあつけなくてもね、もうほんとかなりクオリティ高いものになってるんじゃないかなと思います。もう見た目からしてオーラが違いますね。さあさあそれではね、ちょっとね見ていきたいと思います。はい、まずこちらねクラウンセダンのタクシーですね、日本交通の棒になりますが、全体はねくるりとこんな感じです。リミテッドヴィンテージ自体なんか久しぶりにじっくりちょっと見る気がするんですけど、やっぱりまたこれもね違う、なんていうの、世界観というか普通のトミカとは違ったこうオーラを出してますよね。まあ、出来の良さはもう本当ピカイチじゃないかなと僕の中ではそう思ってます。でフロントから細かくいきましょう。顔ね、はいこんな感じになっておりまして、非常に綺麗なクリアパーツですね。こちらヘッドライトに使用されてますね。でグリルのねほど造形とかメッキの感じにエンブレムですね、ここも本当作り丁寧ですね。いい顔します。でナンバーもしっかりありますね、こちらね記載されてます。あとドッキクシこの辺りはねもう確認したいと思いますが、本当にいい顔つきですね。で日本タクシーのデザインですけど、まあ、こんな感じになっておりまして、黄色がメインカラーなのかな、それにちょっとオレンジと黒色のラインが、はいこのようにサイドと、あとルーフのちょっとこう右寄りですね、こんな感じで前から後ろにかけてね走ってますね。でルーフの部分にはこちらですね、これ乗車灯なんて言うんだろう、ちょっと正式名称忘れちゃいましたけどね、まあ、これもちゃんとね最初からこう取り付けされてますね。で別パーツでボンネットの部分と、ここの辺かな、ミラーとかウィンカーのレンズをつけるわけですけど、取り付け自体は特にちょっとこう穴とかが開いてるわけじゃないんで、逆に付けなくても本当全然いいですよ、このままで十分楽しめるものだと思います。穴が開いてたらね、なんか埋めないとちょっとって思っちゃうんですけど、それはないんでね、もう十分このまま楽しめます。で側面のデザインですが、こちらこんな感じになってます。もうかなりね繊細に文字とかデザインなどしっかりとプリントで入ってますね。はいこのような感じで、本当マークとかここのね側面のラインとかもきめ細やかですね。でホイールタイヤもしっかりとこのように忠実に再現されてて、タイヤの部分はゴムパーツですね。でしっかりとした作りになってるんで、先日ファミマの強調の部分ね、同じ価格帯ぐらいの見たんですけど、それよりやっぱこっちの方がしっかりしてる感ありますね。ボディの繊細さはあっちの方があるかもしれませんけど、なんかこういうタイヤとかそういったところはなんかタカラトミーさんね、こう作りほんとしっかりしてるのが強いかなってちょっと思っちゃったりもしますね。でこことかもほんと細かいね窓のところの文字入ってますね。後で大きくしてこの辺とか確認させていただきます。読めるかな、読めたらいいんですけどね。
で後ろですが、はい、後ろの周りもね結構もう本当にあのいい感じですよ。赤いねクリアレンズね、中の部分とか本当このなんていうの仕切りっていうんですかね、この感じがちゃんとできておりまして、なんかめちゃくちゃリアルですね。でリアバンパーもちゃんと黒の塗り分け、シルバーとかでナンバーもありますね。で車両名とかですかね、ここにはちゃんと文字とか、あとエンブレムですね、この辺も後で拡大して確認したいと思いますが、きちんとプリントで入っています。でエリアの窓の左上にも数字入ってますね、こんな感じで書かれてます。だから本当にもうめちゃめちゃ細かい。で反対の側面は、はい、こっちだからはこのような感じで、で上から見てみると、はい、こうなっておりました。でそこの部分は、はい、こんな感じです。でこの車両ですね、ギミックの方はサスペンションギアがついてます。ね、まあ基本はあのディスプレイモデルなんですが、まあリミテッドヴィンテージ系は結構サスペンションがついてることが多いんで、非常にあのね嬉しい作りのね車両になってますね。で、あ、ちゃんとあの手転がしもねしっかりとねスムーズにできる形ですね。まあということで、まず1台目本当素晴らしいね安定感のある出来になっておりました。こちらですね、トミカリミテッドヴィンテージネオのトヨタクラウンセダンタクシー日本交通でした。非常に絵になるね車両ですね。さあさあ、それではね他に3つもねいい車両揃ってるんで、ではどんどん見ていきましょう。さあそれでは続いてねこちら行きましょう。こちらに関してはトミカリミテッドヴィンテージですね、ネオではないですが、トヨタのスタウトレッカー車と、トヨタサービスとなってますね。でスタウトといえば先ほども言いましたが、はい、こちらのね2台をすでに僕は所持しているわけですけど、もう本当あの2つともね、なんていうのこれ、なんかちょっと古き良きレッカー車と言っていいんでしょうか。本当なんかこう映えるね車両にねなってるのかなと思います。で車両自体は多分今回もねもう全くね同じものだと思いますんで、後でちょっとね3台ね並べてみたいと思います。さあさあ、それではねちょっとね見ていきましょうかね。まあ箱はもう一応ざっくりとね、はい、こんな感じだと思いまして、とではどう見てまいります。あ、スケールの説明するの忘れてた。今回全部64分の1です。まあおなじみですがね、一応あのここで説明をねちょっと入れさせていただきます。さあさあ、それではいきましょう。今回のスカウトは、おっと、じゃあこれ、あ、トヨタのロゴが入ってね、いいですね。これはこれでなんか味があって素敵だと思います。で今回も後ろのあれですね、台車の部分は別パーツになっておりまして、シルバーかな、これはあのもう毎回開けてるんで、よいしょ、ちょっとね取り出しておきましょう。よし、ではでは開けておきますね。なかなかこれもねあの結構繊細なので、ね、取り扱いはあの気をつけたいと思います。はい、こんな感じのねシルバータイプの台車が付属してますね。これもまたなんかいいバリエーションかなと僕の中では思っております。で車体の方ねちょっとね見ていきましょうかね。はい、こちらね今回はねトヨタサービスのトヨタスタウトですね。まずね全体はね、はい、くるりとこんな感じになっておりまして、色は今までの3つの中で一番まあ控えめというか、そこまで目立たないねこう色使いなのかなと、デザインなのかなと思いますね。まあ、といっても、まあ白がメインで側面が赤色でトヨタのロゴが入ってるので、あ、目立つか逆に目立つかな。まあ、でも本当は存在感もバッチリな車両かなと。でフロントね、顔の部分作り的にはこんな感じになってます。バンパーね、これまでの車両ちょっとこうオレンジとか黒のこの言ったらこの後ろのここのような感じですね、それが前バンパーに施されてたんですけど、今回の車両はないですね、白色となってますね。でグリルの周りはこのようにシルバーの塗装に、ヘッドライトはクリアパーツですね。でエンブレムもありまして、でボンネットの周りとかね、この辺の造形とかも結構細かく確かにできてますね。でワイパーもちゃんとあります。で側面のねデザインですが、はい、こちらがこんな感じね、まあ、太めの、ね、赤いラインが入ってて、ドアの部分にはトヨタのロゴですね、こんな感じでカタカナのねタイプのロゴが書かれてます。であとこことかの表記とかも細かいですね、あとで大きくして確認したいと思いますが、ちゃんとね絵が描いてます。でホイールタイヤですが、このような感じ、結構あの可愛いホイールなんですけどもね、しっかりとね再現されてるのかなと。でタイヤはもちろんゴム製です。で後ろの部分ですが、ちょっと2台ね注目していきましょう。ここの作りはまあ他のこれまでの車両とこの辺もまあ同じですね、このオレンジの言ったら鉄骨みたいな感じにね、このフックがついてるのかな、これフックというかあれか、これ紐通すとこですね、ロープ通すとこだと思いますが、このようにね輪っかがついていると。でここにはスペアタイヤが1本ありまして、でこれ工具箱ですね、これ工具箱的なものがあります。で後ろのここの部分はオレンジと黒のねこの斜めのねデザインが入ってまして
て、でレンズもちゃんとこう塗り置きがされてますね。まあもちろんも本当バッチリですね。で反対側の側面は、はい、このような感じで、こちら側にも大きいねトヨタのロゴです。で上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになっております。この辺とか結構これ細かい作りになってます。でこちらの車両ですね、まあ、ギミック特に、まあ、サスペンションとかないですね。手転がしができるのと、あとですね台車ですね、もちろんこれがないと始まりません。台車をこのように引っ掛けて、後ろの、ね、この部分に、まあ、トミカとかね、まあ、いろんなミニカーでいいです。このように前輪でも後輪でも結構ですので、乗せて引っ張ってね、言ったらレッカー遊びをこうすることができる形ですね。もうこれ遊びというのか、この絵を作ることがメインというのかね。まあでも本当しっかりしたね絵にすることができます。いいですよねこの感じね、もうたまんないですね。この引っ張られてる感がもう僕はもう大好きですね。で他のこれまでのちょっとスタウトね、どうしようかな、こうしようか、こっちに置いて台車をつけとこう。でここですね、こっち持っていきましょう。さあ今回ね、まあ、僕はこの3つ目のこのコレクションが増えましたけどもね、もう本当それぞれね違ったこうデザインでどれがいいかって言われるとなかなか僕は難しいところなんですけどね、またね素敵なコレクションが1台、まあ、増えてくれたのかなと思います。もう本当でも作り自体はもう今回全くね他の車両と同じとなっているんで、まあ、他のもね多分まだ売ってたと思います。気になる方はぜひこちらね、もう本当素敵な車両なんで探してみてください。まあ、ということで、はい、こちらですね、2つ目ね、トヨタスタートのレッカー車、トヨタサービスでした。さあさあ、それでは続いての車両も見ていきましょう。ではでは続きましてが、はい、こちらですね、2種のねマツダルーチェの、レガートかな、この2つになるんですけど、じゃあどうしようかな、教習車とパトカーあるんでパトカーから行きましょうかね。ちなみにこれ江戸橋さんの店頭で購入したように見えてるんですけど、これ通販で買ったらこのバーコードというか、この値札か、値札貼られてきたんですよ。ちょっとこうびっくりして、たまにあるんですよね、ちょっと剥がすのがね結構緊張するんでね。で、はい、こちらね3種目がトミカリミテッドヴィンテージネオンのマツダルーチェレガート、フォードアセダンパトロールカー警視庁になります。で、箱もねざっくりとこんな感じ、特に自分で取り付けるパーツとかないですね。さっさするね、どんな感じのねパトカーになってるのか。さあそれではね楽しんでいきましょう。うん、なかなか渋いですね。おー、いい感じよ。古いな感想が単純、古いなって自分でも笑っちゃいました。さあそれではね見ていきましょう。マツダルーチェレガートのこちらがやっぱりパトカーになりますが、まず全体は、はい、くるりとこんな感じになってます。このルーチェのこの顔つきいいね、でもね渋いですね。いや、このメッキ感がたまらないですよ。これグリルの周りと、このなんかグリルの周りにヘッドライトの口でバンパーですね、結構ギラギラなこのメッキがすごい威圧感すら感じる、このメッキ仕上げね、おー、これ分厚いしね、かっこいいですね。でヘッドライトこちらのクリアパーツで、警察のマークですね。でこの右上には何か書かれているので後でお聞きして確認したいと思いますが、もうめちゃめちゃいい顔つき、うん、ルーチェのこのミニカーって僕多分初めてだと思うんですけど、いいですね。この車体もなかなかほんとかっこいいですね。でパトカーなのでデザインは白黒のツートーンになっておりましたが、これはまあおなじみなんですけども、ルーフの部分の赤色灯もなかなかいい感じのものがついてますね。赤のクリアパーツに真ん中シルバーの塗装ですが、まあ普通のトミカと違って結構形とか雰囲気がこうリアルにね作り込みされてます。とてもいい赤色灯ですね、かっこいいね。で側面のデザインはこんな感じになってます。非常にまあこの面シンプルですね、警視庁の文字のみがこのようにね書かれてますね。あ、であと前の部分と後ろですね、前後には、はい、ここはウィンカーになるのかな、プリントですね、プリントですけどこのようになってまして、で後ろの部分ですが、これなんて書いてるの、これルーチェって書いてるのかな、これも後で大きくして僕自身も確認したいと思います。でホイールタイヤはシンプルにこんな感じですね、ちょっとこうシルバーの塗装が入ってるあたりがねいいのかな、デザイン的に結構好きです。で後ろの部分ですね、テールもねしっかりとバンパーのシルバーメッキで、レンズの部分は、塗装仕上げですね、メタリック系のカラーで塗装仕上げになってます。ただしっかりと細かく塗り分けされてますね。で各種ロゴ関係も、はい、このようにプリントで入っておりまして、で後ろのトランクの部分には警視庁のですね、このようにしっかりと書いてます。であとここです、これはマツダのロゴですかね、ここもちゃんと書いてますね。で反対側の側面ですが、はい、こちら側も警視庁の文字もねしっかりと書かれてまして、で上から見てみると、はい、こんな感じで、そこの部分はと、はい、このようになっております。
で、こちらの車両ですね、ギミックの方はサスペンション機能がついてます。はい、ということでね、結構僕車体自体すごくね気に入りましたね。マツダルーチェ、うん、結構ね、マツダルーチェレガーとかね、なかなか渋くてね、なんだろう、存在感の、特にフロントのこの、僕はこの雰囲気が結構好きですね。なんかずっと見てられるこの感じ、素敵だと思いますね。こちらね、マツダルーチェレガーとのパトロールカーでした。さあさあ、それではね、教習車の方もね、ちょっとね見に行きたいと思います。ではでは、パトカーと違いまして、こちらは教習車になりますが、それではね見ていきましょう。よいしょ、これも話しておきましょうかね。少々お待ちください。はい、こちらね、マツダルーチェのレガードのフォードアセダン教習車、世田谷自動車学校ですね。はい、これはちょっと過去に実際存在してたのかな。自動車学校自体はね、もう普通にありそうな名前なんですけど、この辺の知識ちょっとないんで、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。で、こんな感じのね、まあ、箱になってまして、ではでは開けていきましょうかね。これもまあ作り的には多分ね、さっきのパトカーと似たような感じなんですけど、ルーチェがなかなか僕ちょっと気に入っちゃったんで、これはもういきなりちょっと2つのこのバリエーションは嬉しいですね。ずっと置いてたんですけど見ずに置いてたんですけど。さあさあ、それでね見ていきましょう。まず、はい、全体はくるっとね、こんな感じですね。このあふれるにじみ出る教習車感がまたねいいですね。ただこんなかっこいい教習車、僕もこれで車を学びたかったかなと、はいね、そんな感じで思っちゃったりもします。で、あ、これあれですね、さっきのパトカーと違います。ヘッドライトが、ちょっともう並べちゃいますけど、この辺の作りが違うんですね。この車両のちょっとなんか型と形式とか僕は詳しく存じ上げないんで、何と言っていいか分かんないですけど、フロントはこの目つきが違いますね。で、それ以外にグリルのところとかバンパーの作りとかはもうね、同じ感じになってます。で、ボディの造形も金型多分一緒ですよね。まあ、こんな形になっているんで、もう同じ車両ですが、このヘッドライトとか、ほんと、ちょっとレンズの部分もちょっと違いますんで、まあ、分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しい感じです。まあ、でも、どっちもいいけど、パトカーのこっちのタイプのが僕は好きかな。で、こちらちょっとね、一つ乗りました。でデザイン的にはこちらですね、ホワイトのねソリッドカラーに、側面がこれ黄色と青かな、このようなラインが入ってまして、でルーフにはこれ教習車番号かね、このような感じで、これ52番というね、これ3方向から見える形のものがこう取り付けされてますね。こんな形になっています。で、側面のデザインですが、はい、こんな感じですね。大きくね、世田谷自動車学校の文字ここ書いてまして、で、この辺とかさっきのパトカーと一緒ですね。ここと、あと後ろにも文字入ってますね。ちょっと薄くて見にくいかもしれませんけど、このように書かれてます。で、あ、ホイールタイヤもさっきのパトカーとちょっとデザイン違うものが使用されてますね。だから車両の形式自体が違うんですかね。で、後ろの部分は、はい、こんな感じ。ね、ここはさっきのパトカーと同じだと思いますが、レンズちゃんと塗り分けされてて、リアバンパーはシルバーメッキです。で、車両名とかのロゴはこのようにしっかりとプリントで入っていると。ね、で、あ、ここにもちゃんとマツダのロゴ入ってますね。はい、こんな感じです。で、反対の、ね、側面ですが、はい、こちら側もしっかり世田谷自動車学校で、上から見てみると、はい、こうなっておりまして、で、そこの部分はと、はい、こんな感じです。で、この車両もですね、ギミックね、サスペンション機能がついてます。はい、ということでね、こちらね、4種目、これもね、素敵なね車両になっておりました。マツダルーチェのレガート、フォードはセダン、教習車、世田谷自動車学校でした。さっきのレポとかもう一度出してみますが、はい、こんな感じで、まあ同じ車種とはいえね、なかなかね、雰囲気の違う感じのね、モデルになっておりますんで、これはもういいですね。どちらがね、皆さんお好みでしょうか。で、ヘッドライトの部分とかね、ちょっと若干ね、デザインが違うんで、その辺の違いとかもね、もしわかる方いらっしゃいましたら、ぜひね、教えていただけたら嬉しい限りでございます。はい、ということで、最後ちょっと、むちゃくちゃな絵作りになってしまいましたけど、今回はですね、トミカリミテッドヴィンテージネオ3種とミテッドヴィンテージ1種ですね、ちょっとしばらく置いていたね、ミニカーね、4種をちょっと見ていきましたが、さあ、いかがだったでしょうか。まあ、どれもね、さすがリミテッドヴィンテージシリーズですね、もう細かくね、しっかりとこう作り込みされてまして、で、本当車両的にはね、古めの車両になってくるんですが、とてもどれも本当雰囲気出ててね、いい仕上がりになってたかなと思います。ね、マツダルーチは本当いいですよね。このパトカーの顔つき、本当気に入りました。
で安定のねこのレッカー車とあとタクシーですね、クラウンのタクシーもね落ち着きのあるね車体になってるんでどれも良かったのかなと思います。でこの車両ね、まあ、本当あの値段がちょっと、ね、ちょっと高いんでちょっとねあの手を出しにくいね分野ではあるんですけども、本当満足いくね仕上がりになってると思いますんで、もしね気になるね車両ありましたら、まあ、ぜひねあのお早めにね気になる車両ありましたらチェックしてみてください。まあ、ということでね、はい、今回はねこの辺りで終了だと思います。おもチャンネルのタルジ車、皆様のねチャンネル登録やコメント評価とお待ちしますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタ、そして最近のご覧の公式アカウントの方でね、そちら限定のね動画も配信してるんで、ぜひねお友達登録よろしくお願いします。では今回もね最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではね、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。